どうも、ラオチンです。さあ、オーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強装備セットが完成しましたので、お見せします。ちなみに、ブラッディアーマーは使ってません。こんな感じが多分最強だと思います。重要なのはこれ。バリアントメイルですね。HP が99以下だと、受けるダメージが10になるっていう防具ですね。これプラス、ファクターの混合不快。最大 HP から 10% 以下のダメージを無効化する。これ 5% 以下のダメージを無効化するやつもあります。これをつけることによって完全に無敵になります。ただし状態異常は受けます。ダメージは受けないっていう、そういう装備になりますね。それプラス武器をレバンテイン。HP1 にして戦いますので、効果、そしてファクターの火事場力。この二つが最大限発揮されて、めちゃくちゃ火力が上がるんですよね。そして、盾はパラスアテネ、即死無効がついてます。で、ヘルメットにオーディンヘルム、なぜこれかというと、クリティカルが10上がりますので、他の装備よりもいいかなということでつけてます。で、アクセサリーは、アトラスリング、攻撃力2倍ですね。そして、装翼の腕は、これです。はい。で、状態異常は効いてしまいますので、戦術の隊列でアッパーガードを入れてます。300の時に状態異常が完全に無効化されますので、これで戦いやすくなるという感じですね。それでは早速戦ってみましょう。それでは行きます。この装備のちょっとめんどくさいところが、HP を1にしなきゃいけないんですよね。で、戦闘をすると HP 回復してしまいますので、その都度、マンドレイクとかを使って HP 1に下げてください。まあ、もしもね、HP マックスのまま来ちゃったよっていう時には、アイテムの、これ、ニュークリアボム、自分の HP が1になるっていうアイテム、これを使えば OK です。これでもう完全に無敵ですね。どんな攻撃も受けません。で、さらにレバンテインがものすごい火力を上げてくれてますので、一撃がね、まあ、こんな感じ。うん。クリティカルでいい感じに入ると、一発6万とかダメージが入ります。とんでもないよね。で、必殺技なんかも火力が上がってるので、これぐらいですね。6万とか7万、8万、それぐらいのダメージを簡単に出すことができます。まあ、もうものすごいずるいんだけどね、この装備は。まあ、でも、クリア後ぐらいにしか入手できない装備なので、まあ、やり込みとして、ちょっと遊ぶ感じで使ってみるのはいいんではないでしょうか。めちゃくちゃ楽勝。はい。ということで今日は最強装備セットが完成しましたので、やってみました。重要なのはこれ。バリアントメールですね。これプラス、ファクターの混合不快。これの介護官のやつもあります。HP が、最大から 10% 以下のダメージを無効化するってやつね。この2つを装備すると、マジで強い。まあ、ずるい。です。はい、一度ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。